コゼンツァはイタリア共和国カラブリア州にある都市で、その周辺地域を含む人口約6万7千人の基礎自治体。コゼンツァ県の県都である。古代からの歴史を有する都市で、西元土族の王アラリック一世は、当地で没した。ナポリオ王国の下で1511年に設立されたアカデミアコゼンティーナは、哲学と文学の研究で知られた。 ヨーロッパ最古級の大学の一つであった。現代においても、複数の博物館、美術館、劇場、図書館、カラブリア大学を要する文化の中心地である。ブゼント川とクラーティ川の合流点に位置する。標高は、海抜238メートルで、ラ・シーラ大地と沿岸部の山脈との間の谷合いの都市である。ノルマン時代の城がその影を落とす、旧市街は、 麓のクラーティカ半まで広がる。その北側、ブゼント側の対岸には新市街が広がっている。山地に囲まれた。この都市は地中海の影響をほとんど受けない気候となっており、冬は寒く夏は暑い。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、古代にはコンセンティアと呼ばれた。イタリック人の一派ブルッティ人の首都であり、イオニア海沿岸の植民都市に暮らす。 ギリシャ人住民の影響に対するイタリック人の暴類であった。紀元前331年、現在のコゼンツァ圏域で戦われたパンドシアの戦いでは、ウルティ人とルカニア人が連合した小規模なイタリック軍がエピロス王アレクサンドロス一世に敗北を起死している。コンセンティアは数世紀にわたってこの地域の都市の間で特徴ある地位を維持した。皇帝アウグストゥスの下 コンセンティアは、カラブリアとシチリアとを結ぶ、ポッピリア街道の結ぶ重要な宿液となった。ローマ帝国の時代には、単なるコロニアであったが、自治特権を得ていた。ウゼント側でのアラリック一世の埋葬410年、西郷土族の王アラリック一世は、ローマを占領した。外敵によって、永遠のトローマが占領されるのは、実に800年ぶりのことであった。 アラリックは市内を略奪して大量の財宝と共にローマを去った。ゴート族の歴史家ヨルダニスによればローマを去ったアラリックは軍と共に南に向かった。彼は午前茶に至りそこで死んだ。何が起こったかははっきりしないが病気によるものだろうと考えられている。敵の攻撃によって死亡したという説もある。いずれにせよアラリックの軍勢は彼らの王を称えて 特別な墓を築き埋葬した。その埋葬地は、ブゼント川とクラーティ川の合流点であったと伝えられている。ブゼント川の水を迂回させ、アラリックとその蒸気を征服地から集めた財宝のすべてと共に収めるのに、十分な大きさの墓穴を掘る工事には、多くの奴隷が動員された。墓が完成すると川の水は、本来の流路に戻され、 墓は推定に眠ることとなった。そして、墓の場所の秘密を守るために、奴隷たちは皆殺害された。西ローマ帝国滅亡後、古前茶県域のいくつかの都市は、蛮族による政府を認めることを拒絶した。これらの都市は、その後数世紀にわたり、都市の強力な防壁と小規模なローマ軍守備隊を、要して、イタリアにおける、ローマ帝国の最後の砦の一部となった。 そのため、コゼンツァはゲルマイ系のランゴバルド人が侵攻して、来るまで東ローマ帝国の領土とみなされる。ノルマン人の城コゼンツァの都市は、ランゴバルド人とイスラム教徒との間での激しい抗争のために破壊されたが、988年頃に再建された。しかし、11世紀初期には、再度の激しい破壊を受けた。戦火を免れようとする住民たちは都市を放棄して、 周辺の丘陵地帯に退避し、やがてこの丘陵地帯に小規模な集落を形成した。11世紀前半までに、ランゴバルド領カラブリアは、ノルマン人による封建公国となり、古前茶はその首都となった。都市は、ルッチェーロ一世の支配に対する反乱を起こしたが、長い包囲戦の後に再度占領された。その後、ンシュタウフェン朝の支配下で、都市は、 カラブリア宮廷の所在地となった。皇帝フリードリヒ2世は特にコゼンツァに関心を寄せていた。彼は建設活動と経済活動を推進し、年一度の重要な定期史を開設した。その後、コゼンツァは聖職者に支援され、ナポリオ王国の支配に対して激しく戦った。放棄がクラシースの谷に広がる一方で、町はアンジュー家とアラゴン王国との間で、 振り子のように争奪戦が繰り広げられた。1432年、アンジュ朝の国王ルイ・三世、男イ、ダンジュは彼の妻マルゲリータと共にコゼンの城に定住した。1434年にルイ・三世が創生すると、彼は大聖堂に埋葬された。1500年、コゼンは抵抗にもかかわらず、ゴンサロ・フェルナンデス・デ・コレドバ率いるスペイン軍に占領された。 16世紀の間、コゼンツァは、カラビリア副王領の主婦として、成長の時代を経験した。この時代は、1511年に設立されたアカデミア、コゼンティアを中心として、文化的な重要性も増した時期であった。アカデミアコゼンティアには、ベルナルディのノ・テレジオ・アウロ・ジャンニ・パンラージオ、マルティラーの兄弟、アントニオ・セラなどがいた。スペイン継承戦争中の1707年、 ナポリ王国の支配は、スペインから、オーストリアの手に渡り、1735年からは、スペイン系ブルボン家の手に戻った。フランス革命期には、1799年に、パルテノペア共和国の樹立が宣言されるが短命に、終わり、ファブリツヨ・ルッフホスーキ教が率いる、反共和派の軍勢によって占領された。ルッフホスーキ教は、コゼンツアの出身であった。 バンディエラ兄弟の処刑1806年から1815年にかけて、コゼンツァはフランスの支配に対して激しく戦った。残酷な弾圧が吹き荒れたこの時代1813年には、当地でも秘密結社カルボナリが組織され、また多くの反乱者が処刑された。ナポレオンの没落後、シチリアブルボン朝による両シチリア王国が建国される。 1821年と1837年に発生したコゼンツァの放棄はイタリア統一運動の先駆けであった。これらに続いた1844年3月15日の放棄はベネツィア生まれの著名な統一活動家バンディエラ兄弟が合流を図ったことで最高潮に達した。兄弟はその同志たちと共にコゼンツァのバロニーディロービートで処刑された。 1860年、ジュゼッペ・ガリバルディの軍隊がこの地域を迅速かつ英雄的に占拠して間もなく、国民投票はカラブリアの新たなイタリア王国への併合を宣言した。2006年、FINA 水球ワールドリーグが開催された。ありがとうございます。